自分がこうゆっくりすることとかのんびりすることとか、はいはい、そういうことに対しての罪悪感ね、うん、でいてただ単に、ね、自分が休みたいから休む、のんびりしたいからのんびりする、はい、全然これで OK なんですけど、うん、それに対するちょっとねこう頭のこの意識の表面的な部分というよりは深いところの意識ですよね、はいはい、だからそこでそういうふうにこうちょっと自分をジャッジしてるんですね。なのでその葛藤によって今回の骨折を起こしてます、うん、そうするともう強制的に止まらなきゃいけないでしょ。そういうことなんだ、うん、あ骨折したからそうですそうですそうです、ま、全て止まっちゃいますよね。そうですよね、うん、もうあの罪悪感もへったくりもなくもうこうなっちゃったら休むしかないじゃないですか、うん、あそれはもうじゃあ先生引き寄せたという、うんことなんですかね、うん、そうです。自分でやっぱり起こすんですね、うん、そういう状況を自分で起こしていく、うんうん、でいてだからこれは別にゆうぴさんが悪いという話じゃなくって、はい、そういう意識の状態がそういう現状を引き寄せるということですね。簡単に言うと なるほど、うん、なのでもうゆうぴさんはその自分の中に、うん、あの多分この話を聞くとね、はい、あ確かにっていうふうにきっと分かる部分あると思うんですね、うんうん、なのでその自分の中にある深いところにあるその罪悪感とか、ねうん、何かこうしていないと価値がないみたいなそういう意識をって言って手放していけばいいですね、うん、変化していきたいっていう人ってすごく多くて、うんはい、でもやっぱりどう変化していっていいかがわからないってことって あるんですよね。そうですね、はいうん、どういうステップを踏んでいっていいかわからないとかね、うんうん、そうだけどわからないときは逆にわからをわかろうとしなくていいんですよって、まあ、よく言う話なんですけどね、はい、僕はお伝えしてるんですけど、はい、その強いるエネルギーですよね。なんとかしなきゃ、うん、やらなくちゃっていう、はいはいはい、このエネルギーって、うん、その自分が求めてる答えに近づくどころか離れてってしまうんですよね、うん、離れてってしまうんですよね。そうなのでやっぱりそういうことよりも逆に分からなかったらちょっとじゃあ脇に置いてとか、うん、ちょっと放っておいて、うん、または少し違う方向に意識を向けてみようっていうふうに思って、うん、例えばリラックスするとか楽しいことをやるとか、はい、どんなちっちゃなことでもいいんですよ。でそういうことに意識を向けてリラックスしていると、うん、意識もエネルギーもこう広がり始めるんですね。そうするとアンテナも高く立つんですよ、はいうん、そうするとその知りたかった情報っていうのがそのアンテナに引っかかってくるみたいに、うんうん、あこうやって見るといいんじゃないかなっていう、こうアイデアが降ってきたりするんで、うん、そしたらそれに行動を一致させていけばいいんですよね、うん、そうですね、うん、まずその良縁をつなぐにあたってはよく縁を切る必要があるって僕言うんですよね、うん、なのでその絡みついているご縁をそのままにして良縁のつなぎ方っていうのはないわけですよ、うんうん、だからやっぱりいかに整理をしていくかなんですよね。うん、だから要するにもう切った方がいいなとか、うんね、離れた方がいいなとか、もしくは、ね、距離を置いた方がいいなっていう人といかにその、バランスを取っていくかっていうね、関係性におけるバランスを取っていくかっていうのが鍵、はい、最初、うん、まずそれをして、うんまあうん、人の断捨離みたいなもんですよね。そうですそうです。ご縁をそうするとスペースが空くじゃないですか。空きます ね、その今までいた人がいなくなるとか、うんうんうん、またはこう、ね、距離が空くっていう、でそこに入ってくるんですよ、はい、恋したわよというのは、うんまあ、子っていうのが心地いいという感覚を表してるんですね、はいはいうんまあ、そういったその言葉の、頭文字を取った、まあ、造語なんですけど、うんはい、で、ひというのは、まあ、恋なんですけど、ひというのは、はい惹かれるとか、うんねはい、そういうあの言葉あるじゃないですか、はい、何かに惹かれるという、はい、それを表しています、はい、で、しというのはしっくりくるとかすっきりするとか、はい、そういう感覚ですね、うんうん、で、たというのは楽しい、ね、で、わというのはワクワクする、うんね、でよというのは喜びを感じる、はいはい、というこういう、まあ、一般的に言うポジティブな感覚ですよね、うん、この感覚を感じるときっていうのはそれあなたにとって正しいよっていう宇宙からのサインなんですね、うん、サインなんですね、もしくは自分の本質であるハイアーセルフからのサインなので、はい、それを行動に移していく、はい、そうこれが大事ですよっていう話です、うん、そうすると自分の意識や波動が上がっていくことになるんですね、はい、うん。何も起きないってことはないですね。だってもう生きているわけですから、はいはいねうん、日々景色が流れていくっていうぐらいの何かこう事柄として特別なこういうこと、はい、ああいうことっていうのはないかもしれないけど、うん、ことは起きてますよね。そうですよね。起こしてってますよね。うん、人を拒否するがごとくちょっと気になりますね、うんうん、で拒否するっていうこのエネルギー、うん、もしくは意識というものに気づいてるわけですから、はい、これは
分離の周波数なので、拒否というのはね、拒否する、はい、もしくは排除する、うん、ね、切り捨てる、切り捨てる、切り離す、はい、これは統合ではないですよね。なのでこれは別にこれがいいとか悪いの話じゃなくって、はいはい、マルチさんが例えば今ここでご質問してくださってるわけなので、はい、やっぱりこの状況ってってやっぱりこう疑問視してる部分があるってことですよね。あ、統合ではない、そうです。でマルチさんがもし統合していきたい、だってあぶり出しの作業というのは、うん、結局統合していく中で、統合していくプロセスにおいて起きるものなんですよね。っていうことは、統合認識が向いてるということですよね。はい、そしたら自分の中で捉えているこの拒否という周波数も手放してみることをお勧めします。はい、部屋作りとしてその心地よいね、あと物がね多すぎてもいけないとかね、そうですね、だからその例えば自分が動く動線の中に、例えばですよ、またがないといけないとかね、ちょっとこう避けないといけないとか、そういうこうね、なんか一手間かかってしまうみたいなものを作ってしまうと、その環境の中に、そうすると実は人生の中に障害を発生させるんですね。物理的そんななっちゃうんですか。そうなんです、あ、床に物を置きませんもんだけど、そう、進んでいくにあたって必ず障害をまたぐとかね、ブロックをまたぐみたいになるので、自分の中にそのブロック、その意識が出来上がっちゃうんですよね。そうするとスムーズに進めなくなるようなことが起きたりするんですね。何かこうチャチャが入ってみたり、トラブルが起きてみたりして、それで先になんだかスムーズに進めないって、だけどそれを片付けると急にそれが溶けて消えていくみたいなことが起きたりするっていう、だから実はすごい人生の流れと、そのお部屋のあり方ってね、そういったそのテイストとか、環境とかっていうことを含めて関わっているので、やっぱり、意識するっていうのは僕は大事だなと思うんですよね。起きてほしくないことってあるじゃないですか、ね、またはこういうことが起きてほしくないと思うことってあるじゃないですか、それを起こしたくないと思った時に一番大事なのは、起きないように起こさせないようにっていう意識を手放すことなんです。来るなら来ればっていう意識。はあ、もう 今読んだ内容は、なんかこう、もう来ますよっていうことで、すごくこうね、ご自身も認識してるし、来るんじゃないかっていう不安に満ちてますよね。そうですね。まあ、これはもちろん、その、そうなったらどうしようという不安なだけなんですけど、そう、疑いだったりとかね、恐れだったりするわけですけど、だけど、結局その恐れているものを、そうやって拒否することで、さらに強く自分の方に引っ張ってしまうという力が働くんですね。ああ、なるほど。ああ、だったらもうあれこれいろいろとね、こう、こまごまと、辞める人が何人か出てきたりとかっていうことで、会社のね、ご主人の会社が潰れちゃうんじゃないかとか、大きく変わるんじゃないかっていうことも、来るなら来たらっていう感じ。そうです。そしてそれが起きることによって、もっと素晴らしいステージに彼が上がることになるんだわ。っていう意識で見守ってあげるっていうことなんですね。もう全然違う発想ですね。そうです、そうです、そうです。もっと彼が本当に心から魂からやりたいことが見つかって、そっちに行けるっていうことなんだわ。っていう意識で見守ってあげてほしいんですね。